皆さんこんにちは。さあ前回ですね、こちらウランジとコーマンのねトラベル三脚レビュー車の覚えているでしょうか。前回の動画でですね、この三脚の使い方とか、まず、あ、運用方法というのを解説したんですが、今回はですね、実際外に出てこの三脚がね、まあ、旅行とかでどれだけ便利かってところをちょっと解説していこうと思います。で今ですね、ちょっとこう、北海道は釧路市のね、まあ、有名な観光地のぬさまえ橋のすぐ目の前まで来てるんですが、まあ、例えばこういったところでこの自分と背景をバックに写真とか動画撮りたいとき、まあ、あるじゃないですか。そういったときにカメラだけこういうふうにあったとしたら、まあ、どうするかですよね。例えばそうですね、こういった手すりのところにまさかカメラをこうボンって置くわけにはいきませんよね。当然これカメラ落っこしたら海にドボンですから、さすがにそれはまずいと。さあそういったときにこの三脚があることによってね、どれだけ便利かってところをちょっと解説していきます。でこのね、コーマンというブランジの三脚、本体の重量が1キロと非常に軽量でして、まあ、折りたたむとこんな風にね、直径が60ミリと非常にすっぽりと手に収まるサイズ感なんで、とてもね、あの旅行に持ってってもそこまで荷物にはなりません。で、この三脚を開いてカメラをね設置するとどうなるか。はい、今ですね、ミラーレスのこの α7-4 に映像を切り替えていましたが、どうでしょうか。三脚がねあることによって自分の目線の高さとほとんど同じ位置に、まあ、カメラとレンズで設置することができました。これで写真を撮るのもいいですし、こんな風にまあ動画撮りながら、あ、ここがぬさまえ橋ですよというカットもね簡単に撮影することもできます。でこの三脚の足なんですが、現在ちょっと不安定なところね、ちょっとこうガタガタ道のところにこの三脚の足がついてるんですが、この運転の角度をちょっとね変えることによって、多少三脚自体が斜めになったとしても、この運台の部分を調整することによって、水平を保ってピチッとね決まったような、この絵を作ることができます。はい、どうでしょうか。これがね三脚がある場合はね、こんな感じになります。もし三脚がなくて手持ちだったらどうなるか、ちょっとやってみましょうか。こんな感じになりますね。まあ一応これでもねビデオブログっぽいっちゃっぽいですけども、こうね僕の手の振動っていうのは思いっきり、そのままもろにね伝わっていると思います。はい、まあそうですね、このレンズ自体が16ミリなんで、これでもいっちゃいいんですけども、まあ、やっぱり自分の、ね、こう体全体映して、なおかつ背景とか映すんであれば、こうやって手持ちよりかも、三脚の方が安全ですし、あとこう手に持ってる状態なんで、こう、ね、手に滑らせたらカメラ落っことしてしまうので、あんまり、ね、あのよろしくありません。なので、まあ、しっかりとこんな風に、三脚に固定して、動画は、ね、撮った方がいいと思います。じゃあ次のパターンいってみましょうか。さあ続きましてね、ローアングルの写真とかを動画を撮りたい場合どうするかと言いますと、まあ、今僕が持っているねこの、トラベル三脚、まあ、これウランジのやつじゃないんですけども、それを使って今一番低くしている状態でもこの高さまでしか、下げることができません。でもっとこれ以上下に下げようと思うと、もう手に持ってこんな風に撮るしかないんですけども、まあ、当然そんなことをすればね、まあ、落としてしまう可能性もありますし、あとあの地面にこうカメラをバンって置いてしまうと当然傷ついてしまう可能性があります。じゃあそういう時どうするかと言いますと、はい、こちらこのウランジの、ね、三脚の出番です。今ちょっと足高くしてますけども、ご覧のようにね専用のツールを使うことで、この三脚ね地面から15センチまでの高さにすることができます。はい、作業開始からものの数十秒でなんと三脚をここまで、ね、低くすることができます。ちょうどこれで地面の高さから15センチですね。で余ったパーツはもうこれだけです。この三脚の、このセンターロッドとこのツールの部分、まあ、この辺はねちょっとポケットにでも入れておいて、こんな感じでね非常にこう低いアングルからね動画を撮ることができます。もちろん写真もね撮ることができます。ちょっとここでね1カット見てもらいましょうか。はい、ほんのね1カットだけだったんですけども、やっぱり地面から近いことによってね非常にこう印象的なシーンをね撮ることができました。では最後にですね、もう一つの、この三脚の機能、このパンについてちょっとね解説していきます。さあそれではね最後、この橋の上からこの景色をガーッとこう横にね、こう回すような感じ、まあ、いわゆるパンって言われるやつなんですけど、それをちょっとやってみましょうか。もし三脚がなく手持ちだけでパンをやるとこんな風になってしまいます。はい、どうだったでしょうか。すごくね映像全体がブルブルブルって震えてしまってて、ちょっとね見るのはきついですよね。まあ一応こんな風にグッと構えてずっと静止している状態であればある程度手ぶれって防げるんですけども、やっぱりこう横に動くと人間の体、まあ、腰もそうですし、まあ、腕とか肩とか三角筋全部を使ってグーッと、ね、カメラを動かしていくので、どうしてもその震えっていうのがそのまんま、ね、カメラに反映されてしまいます。しかしですね、今回このね、ウランジのこの三脚があれば
こういったところが、ね、かなり滑らかに動きます。でこの三脚のこの頭の部分、ここに、ね、銀色のノブがありまして、これをぐっと回すことによってこの横左右の動きですね、これがフリーの状態になります。で、まあ、ちょうどいいぐらいの、硬さで設定したら、あとはこの本体の付け根ですね、これをぐっと持ってぐっと回していくとこんな映像になります。はい、どうだったでしょうか。僕自身のね、ちょっとこの操作も慣れてないというところもあったんですけども、このね、グランジコーマーの三脚であれば、この頭の部分が360度ぐるぐるって回転しますので、かなりね、こう滑らかに横にスーッと動かすことができます。ただですね、これ1点だけ注意がありまして、今これ足場自体が少しこう、本当に斜めになってるんですよね。斜めになってるところをこのボール運台、この運台の部分で、まあ、水平は取ってるんですが、当然こう斜めの部分はそのまま保持されてしまうので、この頭を回転させると、水平になっているものがだんだんこっちに行くことによってこう斜め上になってしまうことがあるので、ちょっとねそこだけはね注意しながら使ってみてください。はい、ということでね、どうだったでしょうか。こちらね、ウランジとコーマンの、はい、トラベル三脚、これ、ね、デザインも非常にかっこよくて、で、ね、全長も42センチと非常に小さく、ね、折りたためると、ね、非常にコンパクトなので、まあ、旅行の際にはねとてもこれねいい、三脚だと思います。で今回見てもらったように、まあ、いろんなシチュエーションでね、動画とかちょっと撮ってみましたけども、やっぱりこの三脚がねあるのとないのとでは大きく違いますね。もちろん非常にちっちゃいなんかこうね、自撮り棒兼三脚みたいなやつもあるっちゃあるんですけども、どうしてもあれであれば本当机の上とかに置くのがせいぜいで、こういったね、大きい観光地とかに行くと、まあ、なかなかそういったテーブルとかね、そういったもないので、その自分の目線の高さとか低い位置とかに、まあ、カメラ設置したいときやっぱりこういったトラベル三脚非常にね大事になっていきます。でこうね、最後にそう、もう一個だけこうね、コーマンの、ウランジ三脚何がいいかって言いますと、この横なんですよ。このバッグの横に入れるときも、非常に本体ね、これ直径60ミリしかないので、こんな風にね横にグッとストラップ、バッグのストラップに挿してこんな風に袋に入れると、ほら、もうこんな感じで簡単に固定できてしまうんですよ。これが非常にいい。でこういったね、横にこの袋ついてる、バックパックって結構いろんなメーカーから出てると思うんですけども、結構これがちっちゃい場合とかあるんですよね。で普通のそのトラベル三脚を折りたたんだ状態、結構本体太くなってしまうんですよね、折りたたんだ関係上。なのでちょっとね、この袋に入らなかったり、この横のストラップ通すのが面倒くさかったりするんですが、このウランジのね、カーボン三脚であれば非常にコンパクトなので、まあ、出し入れも非常に楽なので、ぜひ皆さんもね、今後、まあ、旅行のシーズン、これからね、ますます暖かくなって、まあ、北海道もね、旅行のね、シーズンも始まってきたので、そういったね、観光にはぜひ皆さんもこういったトラベル三脚1個ね、持って行ってみてください。もちろん安定感もバッチリありますので、非常にこの石突きとかもしっかり作られているので、まあ、そういったねところは一切心配はないかなと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画ね、皆さんも何かの参考になれれば幸いですね。ここもですね、こんな感じでちょっとね、こういうデジタルガジェットよね、カメラに関するものありましたらどんどん紹介していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。